坂本藤長は、日本の経営学者、評論家。理論の定流にヒューマニズム。NHK 教育テレビ、教養特集収録スタジオにて1962年5月、東京市下役生まれ。旧成成経高等学校の理科、文科を経て、1951、東京大学経済学部卒業。同年4月より、大学院特別給付研究生。 日本の政党派経営学の祖である、馬場啓ジ教授の唯一の文下生となる。1954年の経営学における原価理論除説1に始まる一連の論文で、コスト論を展開し、国民所得からソシアルコストを控除しなければ、真の意味での国民所得ではないのではないか、と示唆している。1956年、特別給付研究生終了。 1957年、慶応義塾大学小学部の設立に参画し、経営通論の講義を担当した。同じく1957年、体系的に原価理論を表した近代経営と原価理論を出版。この本の中で、日本では全く馴染みのなかったスモックという言葉を紹介している。また、公害について目に見える事象例を挙げた上で、 その本質を捉えた記述を残している。翌1958年、一般に向けて平易な文章で書かれた経営学入門が爆発的に売れ、広範な経営学ブームを巻き起こした。後に、作家の井上久氏が昭和33年を代表する本として取り上げている。以後、経営学の神様と呼ばれ、講演、執筆等に8面6臂の活躍をし、 多くの著書を残した。学会で期待されたが、複数の大学にて、客員、非常勤で教鞭を取り、日本大学顧問教授を引き受けるも、産業界の長寿になるに及び、学会を離れ、独立の経営学者として活躍した。それまでの経営学が、学会内部の理論構成に終始しがちであったのに、対し、より現実に即した経営理論を示し、 日本企業の管理者層を啓蒙する役割を果たした。池田、佐藤内閣で経済審議会の専門委員、及び通産大臣の諮問機関である産業構造調査会の専門委員を務めた。NHK 教育テレビ、経営ゼミナール、同じく現代の経営にレギュラー解説者として出演。本田総一郎、石橋正二郎、いぶ大、はっ礼二郎、 どこを年をらと毎回のテーマに沿って対談した。1969年、周囲の反対を押し切って、家業の製薬会社を立て直そうとするが失敗。荒野の白馬カと激しく叩かれ、厳しい批判を浴びた。後の1974年、失敗の体験を学者の責任として、東山学からゼロからの出発に書いた。1970年代初めより、 環境問題に関しての本役、啓蒙所を手掛けたが、社会にいまだ危機感が薄かったこともあり、広く読まれることはなかった。1986年、59歳で肺がんを、患い、病床で最後まで、小栗光月の介の生涯を執筆した。これが絶筆となり、翌1987年に講談社から出版され、小栗再評価の短所となった。期間の、 坂本龍馬と海援隊、岩崎八太郎の独創経営と合わせた、この三部作は歴史書でありながら、日本の近代経営のルーツを探求したものであり、日本における株式会社発生史を解き明かした経済の書である。東急百貨店取締役、経済審議会委員、産業構造調査会専門委員、日本マンパワー社長、日本リサーチセンター役員等を歴任。 上野公園を含む台東区の西部地域に1947年まで存在した区である。私立の7年生旧生高等学校。個性尊重の人格教育。学徒動員で人間魚雷を作らされるのが嫌で、文下に移った現代日本人物事件を分者。1986年468ページ。日本の経営学の草分けであり。 組織論の先駆者。東京大学名誉教授。20世紀日本人名辞典日外、アソシエーツ。2004年。2021ページ。人物レファレンス辞典、明治。大正。昭和編日外、アソシエーツ。2010年。1498ページ。東京大学経済学会。経済学論集。第23巻第1号。1954年11月。 70から160ページ。ビジネスインカムの測定における人間の問題。会計日本会計学会。1954年12月。ソシアルコストの解明。パブリックリレーションズ第6巻3号。日本証券投資協会。1955年3月。ヒューマンコストの認識。企業会計。中央経済社1955年5月。 経営計算制度の文化と近代企業会計の形成から経営学における原価理論除説に東京大学経済学会経済学論集第24巻第2号1956年3月91から118ページ社会原価の中には総額は膨大だが微量ずつ多人数に分散されているため問題にされぬ もの、健康破壊のように被害者が長期間気づかぬため、健在化しないもの、及び実は私企業の生産によって生じたのに、外見上は不可抗力のように見えるもの等がある。坂本藤永近代経営と原価理論に有比較、1957年379ページ。今度、読み返してみて驚いたが、現在でも、 十分に面白いのだ33年の時点で社会現下について特などは波のセンスではない。著者は十数年先の公害反対運動や消費者運動を予見していたかのようである。ベストセラーの戦後史一文芸春秋、1995年176ページ。書室史文芸春秋第66巻第8号、1988年。 374から379ページ。1960年9月から1963年3月に放送された。前半が解説、後半がゲストとの対談という構成であった。1963年4月から1968年3月に放送された。本田総一郎、石橋昌二郎、伊深大、服部ト二郎、どこ落としを。 おぐりに関する最も影響力のある語り直しは、1980年代後半に上司された2冊の書物を発端としていた。その第一の書、坂本藤長のおぐり孔介の助の生涯は、荷川の著作以来初めての精緻な表伝であると、共によりアカデミックである。小説、おぐりについての番組、漫画で最も参照される。 小栗伝いの書き手としての地位を占めるようになった。マイケル・ワート、明治維新の敗者たち、小栗光コ之ズケ助をめぐる記憶と、歴史、野口良平役、ミスズ房、方、2019年、219から220ページ。坂本藤永、経営学入門公文社、1958年、カバー著者紹介。坂本藤永、近代経営と、原価理論に有比較。 1957年、359ページから360ページ。ABC、現代人物辞典朝日新聞社編。1977年、564ページ。AB、現代日本人物辞典大文社。1986年、468ページ。ABCD、20世紀日本人名辞典に違い、アソシエーツ。2004年。 現代人名情報辞典平凡者、1987年、433ページ。ABCDEF、人事更新録、第24から33版。NHK アーカイブス番組クロニクル、春秋、日本経済新聞1997年11月30日付長官。現代日本朝日人物辞典朝日新聞社編、1990年。 730ページ。坂本藤永、坂本龍馬と海援隊講談社、講談社文庫、1988年、386ページ。人事更新録、第28から33番。ありがとうございます。